日の日のうさこちゃん。ある日、うさこちゃんが言いました。ほら、ご覧なさい、窓から外を、雪が降ったわ。あんなにたくさん、万歳。遊びに行ってもいい？ユミランスタジオ。みなさん、こんにちは。ユミローこと山崎ユミです。明けましておめでとうございます。やった。2023年はうさぎ年ということで、本日はこちらビッグブルーマテーブル横浜店さんに遊びに来ました。お席では可愛いミッフィーちゃんがお出迎えしてくれました。ナプキンにもミッフィーちゃん発見。さてさて、どんなメニューがあるのかな。ミッフィーちゃんだけじゃなくて、横浜をイメージしたドリンクもあるんだって。ここでしか食べられない限定の商品が多いのも魅力的だね。メニューは写真がちょっと少なめだから、食べたいものは事前にチェックしておくのがいいかも。全体的な感想ではお野菜がちょっと多めのメニューが多いかな。どれも美味しそうだな。あー、どれにしようか迷っちゃうな。妹郎はかぼちゃときのこの豆乳クリームパスタ、ユミロウは九条ネギと鴨の和風ペペロンチーノ。あれ、よく見るとここに隠れミッフィーちゃんを発見したぞ。もちろんカトラリーもミッフィーちゃん仕様。おいしそう。なんてミッフィーちゃんもいる。よし、ではでは、いただきます。パスタは優しい味付けになっていて、お野菜が苦手なユミロウでも全部食べられたよ。ユミロウさん、お味はいかがですか？やめて、食べないで。食べないで。食べられちゃった。かわいそうで食べられない。かわいそう。この頭の方を食べる。痛い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 。いただきます。うまっ。レジの上にはミッフィーちゃん型ライト、そしてその下はテイクアウト用のものやグッズが並んでいました。お料理を待ってる間にもグッズを見て楽しむことができるね。見て見て、ミッフィーちゃん型のお砂糖。あー、かわいい。グッズ売り場にはバッグなどの実用的な日用品や T シャツなどの衣類はもちろん、かわいい缶に入ったチョコレートやキャンディーなどのお菓子、そして食器類が売っていました。せっかく来たから帰りにテイクアウトしちゃおうかな。テイクアウトの容器にはミッフィーちゃんの大きなシールが貼ってあるんだって。テイクアウトでほうじ茶ラテを頼みました。店員さんにお願いすれば蓋をつけてくれるので最後まで熱々に飲むことができました。
可愛くてこだわりがいっぱい詰まったディックブルームテーブルさん、とっても楽しかった。みんなもぜひ遊びに来てね。バイバーイ。